丈夫ですか？大丈夫じゃありませんね。結局ね、朝も8度3分だったの。やばいですね。でも今、玉薬をまたバナナで飲んで、3錠飲みました。飲めたね。昨日のバナナ、夜のバナナで飲めて、今日もバナナでね。シロンが、シロン、大丈夫か？シロンが埋まってるよ。やばいね、ちっちゃいの。今日はね、食欲も珍しくないしね。うん、冬の食、あ、食欲の冬だから。やばいです。朝はね、ほんともっとぐったりしてたんだけど、ちょっとね、良くなってきました。今からコーンスープを飲みます。頭が痛いです。まだ頭痛いよね。そりゃそうだ。はい、じゃあでも今からじゃあちょっとコーンスープ飲むんでしょ。うん、ちょっと飲みましょう。はい。キュンが鳴いてる。キュンって鳴いてた。シロン、シロン完全に鳴いた。眠いね、チロン。え、うちのちゃん。眠いね。チロンはすごい格好になるもんね。ね。眠いね。食欲が出たらすき焼き食べたい。食欲出たらすき焼き食べたい。あ、ダメです。ダメで。かわいい。いただきます。気分ね。意味はね、大丈夫、良くなったね。鼻が超詰まってるけどね。どう？今日初めてのご飯、バナナ以外だよね、しーちゃん。どう？美味しい。よかった。食欲がないからね、珍しく。ちょな、いつも起きてきたらすぐご飯はっていうの ね。今日はなんかいらないって言われて、ってなっちゃう。そりゃそっか、でも熱が38度以上あると辛いよね。ごちそうさまでした。飲めた？うん。リミより早く、じゃあもうちょっと寝よっか。寝てよ。うん。寂しいのに、しーちゃんが寝てる。寂しいのね。頭が痛いです。頭痛い？一番。うん。やばいね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。少し寝た方がいいよ。うん。ね。チロン？携帯いじんないんだよ。わかった。わかった。キラン。キラン。キラン。かわいいね。かわいいね、キラン。カランもかわいいじゃん、カラン。かわいいな。カランの顔。かわいい、かわいい。ちょっとね、お熱測りましょう。キロン、おいで。キロン。キロン、心配でます。リミちゃん、キロンです。ふふふ、みちゃんの今日の靴下はほいさんの、で、洋服もほいさんの、ほいつらそうだね、しなちゃん。うん、ちょっと寝れた？うん、ぐっすりは寝れてない。38度9分。押して。夏1度で39度。38度9分。あらららら。また上がっちゃって。やばいね。8度9分。大丈夫？ほんねつな？どうする？サラダ食べた。サラダ食べる？ちょっと食べよっか。やばいね。うん、ちょっとご飯食べよう。動くのがつらい。そうだね。やばいですね。39度3分。また上がってきました。もうどん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 ね。でも今アリエッティ見てる。コロンも、シロンも、
寝ちゃった。じいちゃんが、どうでしたか、一人でも遊ば。大丈夫です。怖くなかった？すごいじゃん、初めてだね、一人でも遊ばしたの。怖くなかった？うん、ヒロのところにいてくれたから。ヒロのカラン、カラン、ちーちゃん、まだ病気わかんない。とりあえずね、インフルエンザではなかった、陰性で。だからまあ今ね、風邪でもウイルスによっては高熱が出ちゃう風邪もあるからって先生は言ってたんだけど、でもね、明日になっても高熱が続くようならまたね、インフルの検査してもいいかねって言ってた。とりあえず今日は陰性だったの。陰性、一応時間はね、だいぶ経ってるから、熱出てから一応検査は全然問題ないはずなんだけど。寂しかった？寂しくなかった？ひほちゃんはもう疲れちゃった。珍しいね、こんなひほちゃんがぐったりして ね、小学校入って初めてぐらい。あ、そっか、あれだ、1年生の時になったね、一回ね。じゃあね、明日熱下がってるといいね。頑張れ。バナナでね、お薬また飲んでます。うわ、これ苦。普通のバナナもあるからね。ミミも持ってくるお水。はい、じゃあね、ちゃんとね、2階のね、ベッドで寝たいと思います。はい、はい、薬も飲んだし、ご飯も食べたしね、はい、明日熱ちょっとでも良くなってるといいね。さて、どうなるか、ね、今日インフルじゃないって言われたけど、熱が高くてね、どうしようもないんですね。今ちょっと薬飲んだからか。そうだね、薬飲んだから、一応熱を下げる薬も飲んだので、多分しばらくは楽になると思うんだけど、朝どうなってるか。まあ朝は比較的熱って低いんだけどね、夕方だよね。夕方からがガーッと上がっちゃうから。今日辛かったね、夕方ね。思わず病院行ったもんね。はい。じゃあ、ちょっとね、良くなることを祈って。はい。おやすみなさーい。バイバーイ。さ、ライト消していい？いや。じゃあ、消して終わりにしよう。バイバーイ。グミペア、存じたおやつ。